国連のグテーレス事務総長が現職としては10年ぶりに被爆地の広島を訪れ平和記念式典に出席する意向を明らかにしました。グテーレス事務総長は 8月6日に広島市で開かれる式典に参列し各軍宿に向けた決意を表明する考えを示しました広島の平和記念式典に国連の現職の事務総長が出席するのは2010年のパンギムン氏以来10年ぶりとなりますグテーレス事務総長は一昨年長崎市の平和記念式典に国連事務総長として初めて出席し 核兵器の完全な廃絶を訴えました。